ヤジウマストリート第120弾始まります。おはようございます、笠木正義です。大人の好奇心を刺激するながら聞き専用の YouTube ラジオ、ヤジウマストリート第120弾でございます。ということでですね、前回のヤジウマストリートではかなりの長い間ね、来しゃべってまいりましたね。還暦が語るゴジラということで、ゴジラマイナスワンを見てきた、まあ感想というか、まあ感想かな。ゴジラのことがね、やっぱり喋りたくなる、そういう映画やったんでしょうね。ゴジラマイナスワンもめちゃくちゃええ映画でした。まあそれでね、予定した、まあいろんな資料を用意してね、前回喋ろうと思ったんですけど、そのまあ半分も、実は1時間15分くらい喋っとって半分も喋れなかったということで、まだね喋れたれへんのですよ、まだね。ということで今回もですね、還暦が語るゴジラ2ということで、お話をねさせていただきたいと思います。サムネイルにもねちょっと書かせてもらったんですけど、あのね、ゴジラマイナスワンのネタバレはほぼほぼしません。もう全くしないと言ってもええに近いね。ただゴジラに関してちょっといろいろね思い出すこともあったし、調べたこともあったんでね、やっぱりね喋りたいのよね。ということでね、まあ、僕の気持ち的に言うと、前回の野獣マストリート並びに今回の野獣マストリート、まあもう長ら聞いてね、もちろん結構なんで、お聞きいただいた上でゴジラマイナスワンを楽しんでいただけるとですね、よりまあお楽しみいただけるような内容にしていきたいなというふうには思っております。ということで今回はですね、引き続きまして還暦が語るゴジラ2ということでやってまいろうと思うんですが、まあね、これ別に言わんでもよかったんやけど、まあそうやったら言うなっちゃうんやけど、このね、放送が配信されております11月11日はですね、なんと私誕生日でございましてですね、11月11日が誕生日ということで、キャッシュカードの暗証番号には使えないということで、困ったということを思い出しますけどもまあそれはいいやけどね。まあ実はね、私ね、11月11日に62歳になってまうんですね。62歳ですので、このね、還暦が語る言うてますけど、もう還暦超えとります、ぶっちゃけて言うてね。まあそれでもいいでしょね、まあまあまあ言うたら還暦やね、2年経っとるけど、まあみたいな、まあそういう尺度ね、おじいが語るとね、おっさんが語るというふうに思ってもらえれば良いかなというふうに思う次第でございますけれども、まあね、前回の野獣マストリートで、まあ、前回の野獣マストリートはね、前日にマイナスは見に行ったんですよ。だからね、もうね、前日に見てね興奮しましてね、でちょっとこれラジオで喋ろうと思ったらね、やっぱりいろんなことを思い出したりするとね、ほんまね興奮して止まれへんかったんやけどね。まあ今日もそうなる可能性はありますけどね、2週連続でゴジラ喋りたいって言うてるぐらいやからね。まあね、それでこの間いろいろね YouTube 見てみたんですよ。今やっぱりね、ゴジラマイナスワンを見てきた方の考察動画めっちゃくちゃ上がってるね。なんやお前みたいなところからよう分析してあるなみたいなねことまでたくさん上がってましたね。そんなんもね正直見せていただいて、これはちょっとちゃうなとかね、こいつでっきれいなとかねまあまあそういう風なことも感じながらですね、いろいろ今日どんなお話しようかなというふうに思っとったわけですけども、まあ前回も言うたみたいに、現時点で、まあもう現時点で言っても、もう10月11月入っとるから、もうあれでしょうね、このあと1ヶ月の間にどえらい話題作があるっちゅう話聞かへんから、やっぱね僕今年はこのゴジラマイナスワンが見た映画の中でナンバーワンですよね。
あのね、ついこの間まではね、ミッションインポッシブルのデッドレコーニングかな、パート1、あれが多分1位になるな思っとったんですよ。あれもおもろいんですよ。あれ2時間なんかもう確か物事長かったよね。2時間30分ぐらいあったんかな。もうね全く飽きさせんかった。2時間30分、もう終わんのいう、逆にそんな感じありましたからね。あれがね俺ナンバーワンやなと思っとったんですよね。まあ去年のナンバーワンといえばおそらく皆さんもトップ、まあ、皆さんもいいな、それ大きなそうやねんけど、トップガンマーヴェリックやったんちゃうかないう気もしはするんですけどね。だから2年連続でね、トップガンとミッションインポッシブルでということかなと思ったんやけど、いや悪いけどゴジラマイナスワン勝ったよね。もう完全に勝ってしまったという気がしますね。これまたね後でもちょっといろいろお話しようかなと思ってるんですけど、まあこれいろんな、解説 YouTube なんかのゴジラマイナスワンの解説動画なんかでも言われてるけど、山崎監督ね大変やったと思いますよ。それは言うでもね、そのゴジラシリーズで新ゴジラの後やからね、それはもう絶対比べられるし、まあ言うてもまあ確かにね、そういった意味で言うと初代ゴジラを除けば、まあ、確かにゴジラシリーズ、まあ何遍も言うけど僕あのハリウッド製のゴジラはゴジラシリーズの中に入れとないのよまあええやけどね、大きな括りではゴジラシリーズなんやけど、まあだから、ね、日本製のゴジラの中ではやっぱ新ゴジラナンバーワンかなと思っとったんですけども、まああくまで個人の評価ですけども、それは抜いたなという気はしました。でこれね、あのもう皆さん新ゴジラご覧になった方だったら分かりになると思うけど、単純になんていうかな、映画としても比べんのってね難しいんだよね。なんていうかな、これほんまイメージになるんやけど、あのもう新ゴジラはね、なんやろな、いわゆる怪獣映画、もうねもう怪、そうね、怪獣映画の頂点やという気しますよね。でね、じゃあほな新今回のマイナスワンどないやねんって言われるとね、マイナスワンはね日本映画のまあ頂点とまで言うとこれはもうおこがましいのかもしれへんけど、おこがましいって別に俺山崎監督じゃないから俺が言うこっちゃないやけど、とは言い過ぎかもしれへんけど、なんていうかな、日本映画として良かったと思うんですよ、ね、だから比べづらいじゃないですか、怪獣映画と日本映画みたいなもんね、比べづらいなっていうことがあるんでね、だから本当に、まともには比べられへんと思うんですけどね。まあね、新ゴジラもようできとったもんね。これね最近僕ね知って、最近調べてね知ったことがあるんですけど、あの新ゴジラもねもうやっぱ画期的で、僕今回のマイナスワンがあるまで新ゴジラがナンバーワン、まあ初代は除いてねナンバーワンやと思ってたんですけど、新ゴジラの特徴っていうと、ゴジラが進化していくのね、進化変遷どういうのかな、まあまあこう進、やっぱり進化やね、進化ね、進化していくじゃないですか。あれね一応ねなんか第4形態まであるっていう風に言われてるみたいなんですよ。なんかほんまなんか怪獣界の出世魚みたいな話だけど、それにね俺ね名前ついてるって知らんかったんですよ。これね知ってありました？これこの名前聞いてね俺ワロタンとね、あ怪らしいと思ってしまったんでね、ちょっとねマイナスワンの説明する前に、あの一応ね新ゴジラも良かったということを振り返ってみたいなという中に、そのやっぱり工夫としてゴジラが進化していってていったと言ったあたりをねちょっとまずご紹介したいなというふうに思うんですけど、そのね東京湾で最初出現してゴジラは、新ゴジラのねゴジラは第1第2第3第4とね形態を、ね、進化していくんですよね。で段階的にその段階的にちょっとずつ大きくなっていくと、ね、もうほんまにいわゆる恐竜界の出世王とねいうことになっていったわけですよね。でね、それをね、
その出現した場所に応じて名前が違うらしいんですよ、ついてるらしいんですよね。お知らんかったんよこれね。まずね、第一形態っていうのは東京湾で最初に確認された姿で尻尾しか見えてなかった、あれをねもうすでに第一形態で呼んでるんですって。でて想像されてるにはきっとオタマジャクシ的な存在だったんではないかと。だから映画には尻尾しか出てないんやけど、あれをね第一形態って呼ぶんですって。でおそらくオタマジャクシみたいな感じやったんちゃうかとね、いうふうに言われているそうです。で第二形態から陸地に上がってくるんですけど、第二形態は蒲田に上陸したために蒲田くんって言われてるんですよ。あいつほんま蒲田くんみたいな顔しとったよね。あのまだ手も足もなくてね、あのズル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 と這い上がっとったやつね、あの首のエラ的なね、スリットからねピチャ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 とね、なんか赤い汁垂れ流しながらね、まあ粗相が目立った蒲田くんというふうに言われてるそうなんですけど、もうね蒲田くんって言うんですって。でまあ確かにそうやね、粗相が目立った蒲田くんということでね、まあ少なくとももうこの時点で僕が知っているゴジラの息子とはえらい違いやなとね。もうゴジラの息子は縦歩とったもんね、二足歩行やったからね。はい、それでね第三形態は立てるようになった、ところがポイントですね。あの鎌田くんの顔してんやけど立ってましたね。手がまだちっちゃいというか、ペロッとついてるだけみたいな感じでしたね。それがね品川やった、上がったポイントが品川やったんで品川くんというふうに呼ばれてるんだそうですね。直後に暗夜もできるようになったとね、そういうことですね。まあもうやっぱりこう進化と言いつつも、鎌田くんはハイハイでね、赤い汁垂れ流して、おそすね、まあちょっと、ピチャピチャとね、粗相してはったけども、第三形態では立てるようになったと、ね、ハイハイができるようになったと、いうことなんですね。でそれで、品川くんというふうに呼ばれていると、まあ、ちなみに初代ゴジラが上陸したのも、まあ、どういうわけか品川でしたね。ということで第4形態っていうのが、まあ、いわゆるその一旦海に帰った品川くんがですね、鮭のように舞い戻ってきた姿で黒々とそびえる感じの立派な佇まいになっていたと。そして上陸したポイントが鎌倉だったんですって。だいぶ場所違ったよね。なので通称鎌倉さんと呼ばれているといいね。これ継承も変わってくるんだね。鎌田くん、鎌田ちゃんって言えへんかったよね。鎌田くんと品川くんと、そして、大人になった鎌倉さんというふうに呼ばれているということなんですね。まあこの発想自体がやっぱりよう考えてるし面白かったですよね。リアルにとっても感じましたよね。まあ実は描かれてない第5形態が尻尾の先にあったっていう話もありますね。尻尾の最後固まった尻尾の先のアップになんか人間みたいな形したね第5形態が映ってたというのも話題になりましたね。だからまあとてもようできたものでしたよね。まああとはその政府の対応がねこうなるっていうのが事細かに見れたと。確かね亡くなった安倍さんもね、そのあたりのコメントをされてたような気はしますね。まあ大体よう似てた的なね話でね。ただ当時副官房長官やった、まあ要はあの総理亡くなってまうんやね。そのことも揶揄してはったような気しましたね。あれ確かすぐなくなるんだよねみたいなことを安倍さんがおっしゃってたような気がしましたけれどね。まあということでそういうふうな、まあアイデア満載のシン・ゴジラを、まあ、僕は超えたと今回のマイナスワンはというふうに思うわけですよね。まああのねなんかね逆に言うとね、そのシン・ゴジラ僕今言うたみたいに鎌田くんから鎌田くんから鎌倉さんまで進化していったっていうのはね、であと第5形態があったとかいうのはね、まあ何やろな、ものすごいマニュアックな
表現方法と言えなくないですよね。だから怪獣映画のファンとしては最高じゃないですか、ね、ゴジラオタマジャクシみたいな、まあ見えてなかったけどね、海に現れたやつがだん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 上陸していくたびに進化していったと、ね、それでもう見たこともないような場所から放射線、ね、放射熱線を吐いとったってなことで言うとね、ものすごいマニアックなね、ようできた作品やったと思うんですけれど、その面で言うと今回のゴジラマイナスワンはね、そういうマニアックさはなかったよね、うん、だから先ほど来僕言うてる、なんていうかな、その怪獣映画というよりは日本映画という言い方なので、ドラマですよね、がすごく重視されていた中に怪獣っていう要素が絡んできたというあたりが僕は今回評価すべきやと思うんですよね。でまあね、さっきも言ったけど、この間ね YouTube でいろんな方の YouTuber の方が上げておられる解説動画見ましたけど、まあ中にはね、まあ俺こういうこと言うおっさん大嫌いだけど、まあ、まるでオールウェイズ三丁目の夕日や言うてね、けなしてたおっさんいてましたけどね、それの何があかんねっちゅうんやね、ね、オールウェイズ三丁目の夕日やってね言うてね、なんかボロカス系批判してた人いてましたね。まあ僕に批判的な人も多いと思いますが、見てね、炎上させたいんけみたいな、人いてはりましたね。うん、まあゴジラ三丁目の夕日の監督が撮ってんやっていうことを揶揄してるんやろうね。なのでまあ多分ね、このおっさんにとっては思んないんですよ、このゴジラがね。まあだから怪獣映画じゃないみたいな言い方してはったんかな、まあ知らんねんけどね俺ね。まあただね、もうこのおっさん俺想像力ないんやなと思ったのは、そのオールウェイズ三丁目の夕日にもしゴジラが現れてたらどうなっとったかっていうのが今回の僕マイナスワンやと思うんですよ。それをね山崎監督表現したかったはずやねんね。せやからこのおっさんがね、こんなんまるでオールウェイズ三丁目の夕日や言うてはったんは狙いのままやと思いますよね。まあこのおっさんそれが分かっとれへんだね。戦後復興してね、東京タワーも建てれるようなそんなことが起きてる、その中でゴジラが出てきたらどんなことになんやということですよね。まあちょっと今回はネタバレ一切なしって僕言うてるんであんまり言わへんけど、今回のゴジラマイナスワンは、初代ゴジラよりも前の時代やが背景やというふうにも言われてますよね。まあですから、初代ゴジラの方がもうちょっと近代化して、近代化言うてもね知れてるけど、近代化してるという時代背景やったというふうに思いますよね。まあね、ほんでね、別に俺そのおっさんの批判ばっかりここでしてもしゃあない。まあね、オールウェイズ三丁目の夕日やったみたい言うたりね、あの二人の主人公の演技が下手くそで見てられへんかったとかね、わけのわからんこと言うてましたね。全く俺そんな思わへんしね。まあなんやろな、やっぱ炎上したいんやろな。僕基本的にね、考察はええと思うんですよ。考察ね、ここはこういうことが描かれてた、ここはこういうことが描かれてたんとちゃうかっちゃな、自分の思いをお話になるのは僕はとても面白いし、あ、そんな見方あったやなと思ってね、参考になるなと思って見んやけど、このおっさん言うてるみたいね、あいつの演技下手やったとかね、なんとかみたいでね、全然あかんみたいなね言うてるやつ大嫌いなんですよね。今度お前作ってみーとまあええわ、もうこんな結託されるおっさんの話ね、思い出すのも嫌やけどね、せんときましょう。まあということでね、もうまた20分も喋ってもらったあの僕ね、これが言いたかったんですよね。ここからちゃんと聞いてねってね、前回のね野次馬ストリートででも僕言うてるんで、ぜひね前回の野次馬ストリートも聞いていただきたいんですけど、僕ね今回のゴジラマイナスワンを見終わってね、一番最初になんて思ったかっていうと、永遠のゼロやと思ったんですよ。これね、永遠のゼロご存知ない方にとったら、ね、何のこっちゃ分からへんかもしれないんですけど、ちょっとね前回の野次馬ストリートでは永遠のゼロのストーリーとかね、いろんなこと喋ってるんで、お聞きになっていただければありがたいなと思うんですけど、このね映画永遠のゼロの
監督をされてたのも今回の山崎隆監督やったんですね。うん、でね、その本当にね、永遠のゼロで山崎隆監督、ただ、隆監督が表現したかったことが、もうこのマイナスワンに丸っぽ出てるっていう風に僕思ったんですよ。なのでね、僕前回の矢島ストリートでもその永遠のゼロっていうと作家の百田直樹さんが原作じゃないですかね。まあ今百田直樹さんね、あの日本保守党とかねお作りになってな、大変ねお忙しいと、まあ、僕百田直樹さんのファンなんですけどね、お忙しいと思うんでね、映画見たられへんやろなと。ただ百田直樹さんめちゃくちゃ映画好きでね、ものすごい映画詳しいから、まあ見てはったら映画の感想を聞きたいなというふうに言うてたんですけど、これね、さすが百田直樹さんですね。あの方もね、もうあの風切りすぐ見に行ってはるんちゃうかな。でね、それをね YouTube で感想をね述べられておられたんですよ。でね、その感想がね、もう俺が思ってたこととねバッチリ同じやったんでね、逆にちょっと俺感激したというかね、その原作者もあそう思ってマイナスは見たかったんやっていうことをね思うとね、とても逆に嬉しくなったんで、そのあたりもちょっとご紹介したいなと思うんですけど、でね、そのどういう風にね百田直樹さんおっしゃってたのかという風に言うとですね、あのね、まずあのこの観点もね、僕がうまいこと言えなかったことをうまいこと言ってはるんですけど、そのね、ゴジラ、とにかくねゴジラマイナスは見て感激したという風におっしゃってましたね。でそしてね、その百田直樹さんが冒頭からマイナスワンの冒頭から、あ、これは永遠の世界、永遠のゼロの世界やと思ったというふうにおっしゃってたんですよ。そして映画永遠のゼロを見た人ならみんなそう感じたと思うというふうにおっしゃってるんですね。だからもう全く僕の言うてる通りなんですよ。僕映画の永遠のゼロも大好きですしね、前回の矢島ストリートは本当そのことをよく喋ってるんだけど、それをね、原作者の百田直樹さんがもうね始まってすぐにそう感じたと、でもずっとそうやったというふうにおっしゃってるんですね。でね、なるほど、作家の面白い表現やなと思ったのは、これがね、その見事に怪獣ものと戦争ものが合体しているとね、あ、そんなことできんのかと思ったっていう風におっしゃったんですね。これね、まあ、ちょっと悔しいんやけどね、僕さっきから怪獣もんと日本映画言うてたわね、こういうこと僕も言いたかったんですけどね、さすがです百田さん、うまいことおっしゃいました、ね、要はね、怪獣もんと戦争ものが合体してると、そんなことはねできへんと思ってたのに山崎監督やってしまわはったという風におっしゃってるんですね。でそれでね、怪獣ものっていうのはもうファンタジーの極致で絶対にありえないね、まあ起こり得ない、ね、空想の世界を表現していると。なので大怪獣が出てきてね、街を、暴れ回して壊すと、ね、だからこれはねもう完全におとぎ話の話ですよねということなんですね。でところが一方、いわゆる戦争映画、戦争っていうのはこれほど恐ろしいリアルなもんはないわけじゃないですかね。だからこのね、ものすごいリアルなものと、もうものすごいファンタジーの極致のといったものっていうのは同居させられへんとね思ってたと。ところが百田直樹さんはそのマイナスワンをご覧になって、あ、すごいと、同居してると思ったというふうにおっしゃってるんですね。だからその百田直樹さんがおっしゃるには、山崎隆監督がその意識しているかどうかは分からへんのだけれども、百田直樹さんが原作の永遠のゼロのテーマを何て言うかな、意識してくださってるに違いないと。でそれでね、永遠のゼロのテーマ、百田直樹さんが永遠のゼロに込めたテーマっていうのは生きるということがテーマやったということなんですね。それで誰のために生きるのか、生きる、そして誰のために生きるのかっていうのがテーマやったというふうにおっしゃってるんです。でそして百田直樹さんもはこのゴジラマイナスワンの
根底にずっしりと流れてるテーマは全く同じで、生きる、誰のために生きるのかっていうのがテーマではないかというふうにおっしゃってるんですね、うん、だからこのテーマとして百田直樹さんが永遠のゼラに込めたものと、そのおそらく山崎監督とはね、あの何度もお会いになっていると思うんですけども、これに関今回のねゴジラマイナス1に関しては全然喋っておられないみたいなんですけど、きっとそのなんていうかな、テーマを引き継いでくれてるというか、それを表現してくれてるんじゃないかというふうにおっしゃってましたね。それでね、そのまあこれは山崎隆監督だったからと思われるんですけども、結局ねそのゴジラマイナス1の脚本、それでねもっと言うとね永遠のゼロもね脚本をご本人が書いておられるんですよ。だから山崎監督ってすごいんですよね。要はね脚本の書くことのできる監督やったんですよね。まあだからそのあたりがあったので、その永遠のゼロ、だから永遠のゼロの脚本も山崎監督が書いてあるわけですよ。でその他の思いを、まあ、これから使おうと思わったのか、まあ、そこはのところはね山崎隆監督じゃないとわからへんやけど、ゴジラマイナス1に仕込まはったんじゃないかというふうに、まあ、あの百田さんは感じておられるということですよね。まあなのでそのなんていうかな、その怪獣映画見てるはずやのに、なんていうかこう一種ねすごいリアルな戦争映画を見てるようなね、こうそれでそのさっきの戦争、太平洋戦争ね、大東亜戦争を生き抜いた男たちのドラマやと、それがゴジラマイナスワンで描かれているということなわけですよね。ほんまにねその通りやと思いますよね。こんなこともおっしゃってました。なのでゴジラマイナスワンの登場人物は、まあ、ほぼみんながあの戦争をね生き延びた男たちなわけですね。あの大戦争を生き抜いた男たちね、そしてその戦争を生き抜いた男たちが今度はゴジラと戦うという、まあ戦争映画とも言えるわけですよね。そういう描き方がされているともう見事やというふうにおっしゃってましたけど、もうね僕百田さんの感想を聞きたいって言ったのは、いや多分こういうことをおっしゃるやろうなと思ってたのと、やっぱりさすがですね、見事にうまい具合にね、語っておられるのでね、ぜひ皆さんにもご紹介したいなというふうに思った次第なんですけどね、本当にね百田さんおっしゃるみたいにその通りやというふうに思いましたね。でねこれはね、それでねちょっと僕思い出したんですけど、あの全くね別の百田さんの動画でね困難があったんですけど、そのね永遠のゼロの映画化っていうのは小説がね、まあミリオンセラーになってから結構な数のねオファーがあったそうなんですよ。でところがね百田さんはそれね全部断ってはったんですよ。でねなんで断ってたのかっていうとね、百田さんはどうもその映画化の話が来た時に、悪いんだけどまずシナリオ読ませてくれと、それからそのジャッジさせてくれというふうに言うてはったらしいんですよ。でそれで持ってきたシナリオを全部読んだけどうーんと思うもんばっかりやったんで、もうこれは無理やと、永遠のゼラに百田さんが込めたねテーマを汲み取ってやってくれることはちょっと難しいと、だからあれは映画化できひんなと思って諦めてたんですって。でねそこに映画で、要は永遠のゼロを映画にしたい言って話持ってきたのが山崎隆監督だったらしいんですよ。で同じように山崎隆監督にシナリオ悪いけど書いたやつをね読ませてくれというふうに言わはったそうなんですね。でそれで百田さん曰くびっくりしたと、こんなすごい脚本上がってくるとは思わないんだと、もうなんていうんですかね、百田さんが思ってる映像化したそのシナリオはね見事に、まあいろいろその後ね百田さんのこう思い的なものを過失とかいうような作業があったらしいんですけども、まあ初めて読んだ時にあこの人になら作ってもらっていいと思ったと、ね、いうのが山崎隆監督だったらしいんでね、だからまあそう考えると
うん、僕が言ってる、まあ、当然100点さんもおっしゃってるゴジラマイナスワンの根底に永遠のゼロで、そのテーマで言う生きるっていうこと、誰のために生きるんかっていうようなテーマがずっと根付いているっていうのは、これもまあ当然のことなのかもしれへんなというふうに思いますよね。まあそれでやっぱりその自らシナリオが書ける監督ってそういませんよね。やっぱりね、山崎監督ってすごい才能持ってありますよね。でね、それで気づいたことがあるんですね。でね、このねゴジラマイナスワンのキャッチフレーズね、もう皆さんご存知ですよね。生きて抗えなんですよ。で、生きて抗えって言ったら、要はまあ直訳するとという言い方もおかしいんやけど、生きて戦えとね、抗え戦えという意味じゃないですか。生きて戦えがキャッチフレーズなんですよね。そしたら先ほど来僕やそれは百田直樹さんがおっしゃってた、戦争を生き抜いた男たちがゴジラと戦う、生きて抗うというような、いろんなことが、まあ、このキャッチフレーズにも込められてるなという気がしましたね、うん、ですんでね、何やろな、この例えばね、この怪獣映画のこうファンタジーな部分と戦争映画のリアルな部分が混ざり合ってるって百田さんがおっしゃった表現はね、もうほんまに僕その通りだと思いますね。それをまあ僕的表現で言うと日本映画やったというざっくりとした表現に変わってまうわけですよね。まあでもそう思ってね、見ていただくだけでね、例えばあの戦争を乗り越えて、ものすごいこうね、悪夢のような戦争を乗り越えて、それを生き抜いた男たちがね、見たこともない怪獣と戦うという映画やと思えばどうです？もう俺だったらそれだけで泣けるけどね、それだけで泣けてしまうというふうに思ってまうんですよね。まあだからそういった部分ではどうでしょう、僕が言ってるその日本映画やという評価もね、あながち間違いではないかなとね、自分にはちょっと甘い見方かもしれないんですけどね。ですんでね、ぜひそういう思いと言いますかね、そういう気持ちでご覧いただければね、きっと泣けるなというふうに思います。ということでゴジラマイナスワン、ぜひご覧になっていただきたいなというふうに思います。ヤジマストリート。はい、ということで後半戦はですね、サムネイルにも書いてございます通り、実はゴジラはお化けやったというですね、この画期的な説、あの皆さんねご存知ですかね。これ実はね、僕知ってたんですけど、今回ちょっと改めてね調べてみました。でね、前半でお話しした話と実はね結びつくもんがあるんですよね。これただね、僕ゴジラはお化けやったっていうね、ちょっと気をてらった書き方もしくは言い方してしもてるんでね、なんかもう漫画的なね、なんかアホみたいな話やなと思わはるかもしれへんけど、実はね全然そんな話じゃないんです。僕前半戦のマイナスワンのねところで言った、うん、そのゴジラマイナスワンのそこに流れるテーマは永遠のゼロと同じで生きるっていうこと、誰のために生きるのかっていうことやったというふうに申し上げた、そこに実は結構関わってくるという話で、まあこのね、あのゴジラはお化けだったっていう言い方はほんまにちょっと気をてらってるんで、まあ実はねゴジラは太平洋戦争、大東亜戦争の英霊であったという説があるんですね。すなわち、さっきの戦争で死んだ兵士たちの恨み、ね、つらみが形になって日本を襲ってきたんだと。それがゴジラなんだ。まあ、まあ、あえて言うならば初代ゴジラ、ね、っていうふうに思ってもらっていいと思います。やったんだというね、説があるんですよ。でね、
そのね、初代ゴジラっていうのはこれね、大体どうもよう似たルートらしいんですけど、初代ゴジラっていうのは品川から上陸するんですね。で、品川から上陸して銀座の方を回って、これね、あのできたらね、ネットでね、まあ、例えば、であるな、初代ゴジラルートとかでね、検索してもらうとね、そのルート地図出てくるんです。これね、東京にお住まいじゃないとね、ちょっとね、分かりづらいのでね、まあ、要はね、品川ってね、東京のね、東京って漠然と呼んでる南の方なんですよ。だからまあ、羽田に近いって言うていいんかな。でね、品川から上陸して、銀座ってね、まあまあ、まあまあの距離あるんですよね。で、銀座を回って、国会議事堂行くんですね、国会議事堂。それで、まあ、だからね、ルートとしては結構ね、こう変なルートなんですよ。僕今手でやってるんけど見えへんって言うけどね、ちょっと変なルートなんですよね。で、それでまあ、ぶっちゃけ言うとどういうルートかっていうと、そのね、皇居をぐるーっと回るんですよ、ね、皇居まっすぐ踏んでいった近道なのに皇居をね、ぐるーっと回るコースをたどってるわけですね。だからね、不思議なルートと言えんことないんですね。まあ、ほんでもっと言えば、初代ゴジラなんかは国会議事堂を壊しとるからね。せやのに、そのすぐ近所にある皇居の前ね、すなわち陛下、天皇陛下がお住まいのところの前に来ると、くるっと U ターンして海に帰っていくわけですよね。うん、まあ、だからね、その皇居をのお住まいは潰さないわけですよ、ね。まあまあ、これはね、なんでかっていう考察もしていきたいとは思いますけど、まあただね、まあまあ、それは潰せるかいと、ね、映画で映画で皇居を潰したら大問題になるやろっちゃら、そういうね、大人の事情はちょっと忘れましょう、ね。まあ、前半言うたね、アホな YouTuber なんか言ったら、どうして工場潰さないんだよとかね、あ、おるかもしれんけど、潰さないんで当たり前や、そんなのね、映画でね。っていうことは忘れてください。忘れてくださいね。そういう大人の事情を抜きにしたら、なんでゴジラは皇居を踏まなかったのかっていうことがあるわけですよね。で、なんで皇居を回るような変なルートに行ったのかというと、これはね、ゴジラは実は太平洋戦争、大東亜戦争の時に天皇陛下のご命令で海に散ってしまった、もしくは南方の島で亡くなってしまった兵士たちの英霊がこの世の中に帰ってきたんやと。その英霊の、まあ、塊言う方はおかしいけどね、がこう実体化、物質化したもんがゴリラちゃんは一番間違うたかのところで間違えた、ゴジラやったんやというのが、このゴジラはお化けだった説。まあまあ、要はゴジラはね、太平洋戦争、大東亜戦争の英霊やったという説の、まあ、根源なんですね。なので、その英霊たちもさすがのこう陛下にはね、英霊になって帰ってきても、まあ、逆らえないって言うたらあれだけどね、まあ、後でもうちょっと詳しく説明しますけど、絶対的な存在だったんではないのかというのが、まあ、この英霊説の組み立てのやっぱりベースにあるわけなんですよね。なので、その初代のゴジラもそうですけども、ゴジラっていわゆるね、通常兵器効かへんやないですかね。要はそのそれぞれの時代にある最新鋭の武器、兵器とか、まあ、もともとね、水爆によってできているという想定もあるけれども、要はね、いわゆる通常兵器ではゴジラ倒されるんですよね。ミサイルとかね、大砲とかね、倒せない。ほんでね、このゴジラは英霊だったという説に立てば裏付けるでしょ。英霊やねん、もお化けやねん、そんなもんで、そういう物質的な兵器で倒されるわけないよね。だから通常兵器では倒れないんですよ。ね、これいわゆるね、普通の怪獣モンスターやったら、まあ例えばアメリカやったらとかね、これ日本でも、まあ、あったけど、北
キングコングとかね、アメリカ映画でも機銃で撃ち落とされて退治できましたよね。で例えばアメリカ版のゴジラ、まあ超最近のハリウッド版のゴジラちゃうけど、例えばローランド・エメリッヒが作ったゴジラなんかもブルックリンブリッジの上でミサイルでやられてまいりますよね。だからね、もう大体海外のモンスターはやられてはハッピーエンドで終わるんですよ、ね、ところが通常兵器じゃ絶対に退治できない、駆除できないのがゴジラなわけですよね。どんなこう兵器を食らっても平気っていうのがゴジラなんですよ。でなんでかっていうと、ゴジラはエイリアンやから、お化けやからなんですね。まあやから貞子とかね、いろんなお化けをおますがな、ね、は多くの場合通常兵器では効かないね、っていうことになってますよね。と考えているのが、もうこの僕が言ってるゴジラ太平洋戦争と、まあね、大東亜戦争の英霊説、つまりゴジラはお化けという説やということなんですね。まあこれはね、一時期ゴジラマニアの間でまあ言われた説なんだね、そうなんですけど、ところがね、このね設定を実は取り入れられたゴジラが一作だけあるそうなんですね。でね、このゴジラをいわゆる公式設定として入れたのが2001年のゴジラモスラキングギドラ大怪獣総攻撃という映画なんですよ。でね、この映画ちょっと、まあ、因縁ある言い方したらおかしいけど、このね平成ガメラシリーズを撮ってきた金子修介監督が初めてゴジラをやらはった監督なんですね。だからそれまではずっとガメラの監督やった方がついにゴジラに殴り込み上げてきたという言い方はおかしいですけれども、ですんでこのね金子ガメラの監督だった金子修介監督がお作りになったゴジラがこの設定を生かしているということなんですね。でまあちょっとだけ簡単にこの金子監督がお作りになったこのゴジラモスラキングギドラ大怪獣総攻撃っていうののストーリーをさっくりとご説明するとね、グアム島沖で突然消息を絶つアメリカの原子力潜水艦で、その救助に向かった作業艇は海底で巨大な生物と遭遇するわけですね。そして防衛軍巡哨、まあ自衛隊とは言われへんからね、防衛軍の巡哨の立花、宇崎竜斗さんしてはりましたわ、が半世紀前に東京に上陸したゴジラではないかと主張するわけです。ですからこの映画の設定は前にゴジラが上がってきたのは50年前の初代ゴジラで、その間ゴジラは日本には軽兵なんだっていう設定なわけですよ、ね、だから当然その間にゴジラは日本に上陸していないという設定なわけですね。ですから50年前に来たゴジラと同じじゃないかっていうふうに主張してあるわけですね。で兵力に、まあ、だから兵力に慢心する、まあ、慢心するやからおごり高ぶるって言うから、まあ、その上層部はね、まあ別にゴジラごとく来たところでっちゃな、今の防衛軍には歯が立たんよっちゃな話で耳傾けへんかったわけね。で一方テレビスタッフとして日本各地で起きている、まあ、超常現象を追ってたのがこの立花の娘、立花さんは何名も言いますけど宇崎竜斗さんでしたね、の娘さんのゆりさんなんですが、そのゆりさんが民間伝説で五穀清浄電気っていうものの存在に行き当たるんですね。この奇妙な事件を追ってたら五穀神社の五穀守る国ですね。で清浄の聖は聖子ちゃんの聖やね、そんな言ってもわけはあれね、松田聖子ちゃんの聖って言うと分からへんね、まあこう言ったら聖書の聖やね、聖獣電気ね、五穀聖獣電気の存在に気づくわけですね。そしてその謎を突き止めるために民間伝承の著者
諫山博士という人に出会うわけですね。でそこでゴジラは太平洋戦争で死亡した人々の怨念の集合体だということを聞かされるんですよ。この時にこの、諫山っていう人がゴジラっていうのの正体を知ってると。でそのゴジラの正体は先ほど来僕が言ってる太平洋戦争で亡くなった人たちの怨念の集合体やというふうに言われるわけですね。で、そのレポーターしてるユリさんはですね、その怨念の集合体やと教えてもらった彼がゴジラから日本を守るために護国聖獣っていうのがいると。要はゴジラは昔ですね、ゴジラは太平洋戦争で死んだ人たちの怨念ね、その何て言うかな、僕は英霊っていうのを言う風言い方したけど、そのもっと悪い方なわけですよね、怨念憎しみが形になってるのがゴジラやとね。でそしてそのゴジラから我々を日本を守ってくれる神がいてるんやと。でそれが護国聖獣というもので、この護国聖獣をよみがえらせてゴジラを退治しようというふうにこの諫山さんは考えてたということなわけですね。でそしてまあそのゴジラね、破壊人っていうかな、ここの設定では破壊人ゴジラが姿を現し始めるわけですよね。そしてこの圧倒的な猛威を振るうゴジラを倒せるのは先ほど言ってる、護国聖獣ヤマトの守り神である3匹の護国聖獣だということなんですよ。でそれがバラゴン、モスラ、ギドラ、ここではキングギドラって言ってなかったね、ギドラやということでストーリーは進んでいくわけなんですね。なんか面白い設定でしょ。ちょっと今までとは違う設定でね、僕見ましたけどね、あ確かにね面白かったですね。でねこれはまあ別にネタバレにもなんもないけど、ゴジラの顔はね気色悪いのよ。なんていうかな、この怨念の塊を表現してるんやろうね。ゴジラのね目が白いんですよ。ゴジラの目白いと気持ち悪いんやね。まあ当然ね意図してやってはるんやろうけど、そのね気持ち悪さはねよう出てましたわ。僕今回の、マイナスワンのねゴジラの顔は怖いって言いましたけどね、もうあんなと全然ちゃうんですよね。もうねこうそのマイナスワンの怖さでなくてね気持ち悪いって、ね、こうまあ表現で言うと怖いなんだけどね、気持ち悪いと、あ怨念やっちゃな感じがしましたね。それでまあねこの金子俊介監督は、まあ、今までずっとガメラを撮っておられた監督なんですけど、これがね結局ねゴジラシリーズの中でもこれは特殊な作品やというふうに呼ばれてるそうなんですね。でマニアの間ではゴジラ自体をメタ化したと呼ばれてるらしいんですが、もうすでにこの表現であオタクやと思ってしまうね、ごめんねオタクの皆さんね、ゴジラ自体をメタ化したとね、まあだからこれまあどういうことや、どういうふうに訳すんやろね、訳すっていうのもおかしいけど、ゴジラ自体を高次元の存在として扱うっていうのはそういう言い方なんやろな、ゴジラ自体をメタ化したっていうのはね、まあ神格化したと訳せんこともないのかな。うん、まあなのでそのこの金子俊介監督は、元ガメラの監督は、初代ゴジラ以降のそのゴジラ作品ね、今までにあったゴジラの作品はもう全部ないことね、ないことにして全く新しいゴジラをまあ要は作り上げようとしはったんやろうね、ということやというふうに思いますよね。なので一般的にこの作品だけはイレギュラーやと言われていると。だから逆にそうやね、その金子監督はもうとにかくもう今までのゴジラをもう全部否定して新しいゴジラを作ろうとしはったと。で気づいたらそれが一番イレギュラーになっとったみたいな話なんですけど、いやでもね面白いですよね。でもうだから先ほど来僕が言うてるそのゴジラは太平洋戦争、大東亜戦争の英霊であるっていうのがっていう説を公式に採用されてる作品がね、この一作品だけあったということなんですよ。どうです？だからちょっと見たなるでしょ、面白いでしょ、ね、そういうことなんですよね。まあ、ただね、抗議
広義広い意味で言うとね、僕はあると思います。どっかにこのゴジラ お化け説っていうのは流れてるというふうには思うんですけどね。これ抗議の意味でね、そういう気がしましたね。ですんでね、そういった意味の部分でもこのねゴジラマイナスワンにねこの雰囲気流れてるなっていう気がするんですねと思ったら、あ、今見つけたけど山崎隆監督ってなんかのインタビューでこの金子俊介監督の作ったゴジラモスラキングギドラ、大怪獣総攻撃好きや言うて言うてはるんですって。やっぱ営業受けてるかもしれへんねね、ということなんですよ。だからなんとなく分かってもらえるかな。そういうねそういったこともやっぱりね踏まわってるんですよ、マイナスワンには。そういう気がしますね。でそれでね、困難を見つけたんですけど、初代ゴジラに関して、劇作家でありエッセイストで評論家の河本三郎さんっていう方がゴジラはなぜ黒いのか、ね、暗いのかっていうエッセイのようなものを出しておられたそうなんですが、その一節にねこういうのがあるんです。ゴジラは戦災、戦う 災害の際ね、戦災映画、戦火映画、まあ要は戦争の流れるやね、火中の火やね、戦火映画である以上に第二次世界大戦で死んでいった死者、とりわけ海で死んでいった兵士たちの鎮魂歌ではないかと思い当たると。海へ消えていったゴジラは戦没兵士たちの象徴ではないか。東京の人間たちがあれほどゴジラを恐怖したのは単にゴジラが怪獣であるからという以上に、ゴジラが海から蘇ってきた戦死者の亡霊だったからではないかっていうふうに書かれておられるんですが、どうも僕が先ほど来申し上げているこのゴジラは太平洋戦争大東亜戦争の英霊説っていうのは、この川本三郎さんがお書きになったエッセイがどうもベースになって広がっていった説なんだそうですね。でそれでね、この後半のね最初の方に言いましたけど、そのゴジラはねなんで皇居を襲わなかったのかということに関してもこのね川又さん触れておられるんですけど、これにはねちょっと面白い見方があるんでちょっとぜひご紹介したいんですね。冒頭でも言ったけど大人の事情なしよ、そんなもん踏んだ映画作れるかいとか言うのはちょっと忘れて ね。要は映画の中で海から現れ最後は海へと消えていくゴジラを第二次世界大戦の戦死者、とりわけ海で死んでいった兵士たちの亡霊になぞらえたゴジラの戦死者の亡霊説ですね。最初のこの説を唱えた評論家の川本三郎氏は天皇の名のもと戦地に赴き命を落とした兵士たちは未だ天皇制の呪縛の中にいるがゆえ皇居だけは破壊できなかったというふうに説明されてるんですね。だから僕がちょっと冒頭で言ったようなことですよね。やはりそれだけある意味戦争を憎んでる兵士たちの亡霊でも、やはり天皇陛下のお住まいには壊すわけにはいかないということで海に消えていったということなんですが、これにはねもう一つ、まあちょっと面白いとも言いづらいんだけど説があるんですね。これはね民族学者の赤坂典夫さんが唱えておられる説で、このね赤坂さんっていう方は川本さんとちょっとだけ違うんですよ。それがねゴジラが皇居を襲わないのは天皇制の呪縛力のゆえではなく、むしろ戦前に荒人神とされた天皇が、まあ荒人神やから生きている神ですよね、生きているにもかかわらず神、もしくはまあ要は天皇は生きる神だっていう存在やっていうことですね。荒人神と言われた存在の天皇と、ね、それが敗戦後にシセルモロラの玉沈めの霊力すら失って
ただの人間に帰った、ごめんね詰まっちゃった、してるものらの魂の、してるものらの魂沈めぬ霊力すら失って、ただの人間に帰ったがためと説いているんですね。ってどういうことかっていうとね、要は荒人神、今の生きるている神様だとね、天皇神様なんだということで戦地に赴いて命を落とされた方が多々いらした。ところが戦後天皇陛下は人間におなりになったと、ね、神じゃなかった、我々と同じ人間やったということが分かってしまったっていうことですよ。すなわちこの天皇陛下にはそういう力、こう神と同等の力はなかったからやというふうに、このこうなのでその皇居を踏んでないと、踏まなかったんだっていう説なんですよ。つまりゴジラが皇居の周辺を巡った末に背を向け南の海に帰っていくのは、そこにはもはや死者たちの魂のもだえを沈め癒してくれるものがなかったことを悟ったからではないか。深いでしょうこれっていうふうにこの赤坂さんはおっしゃってるんですよ。だからなぜゴジラは皇居を壊せないかっていう、まあ、最初の説は僕が言った通りで、いまだに天皇制の呪縛が続いている、ね、こう恨みの塊になって上がってきても、やっぱり天皇のいらっしゃるところは踏めない壊せないっていう説と違うと、そこにお住まいだった、このお住まいの人が要は天皇じゃない、要は人だから、こう何て言うんですか、皇居って皆さん分かると思うけど、当然のことながらまあそのビルなんか建てないわけですよね。言うたらまあ、あの広い公園の中に家がポツポツってあるみたいなもんじゃないですか。なので結局神様の存在が分からなかったから、要は無視して何にもないところだから気づかずに帰っていったという説なんですよ。これ重いでしょねえっていうようなことがゴジラでこう議論されてた。面白い議論やと思いますね。これまあここのね議論に、まあえてこうね、僕の意見やいろんな議論を挟むつもりは今のところ僕はないんですけども、ただなるほどっていうふうに思わされる議論ですよね。ですからゴジラって深いんですよね。なのでその僕が今回取り上げたかった、申し上げたかった、あのゴジラはお化け説っていうふうに僕もう丸めてサムネに書いたけど、実はねそういうことを言いたかったんですよ。そういったものも僕はゴジラ自体には当然あるんだけど、マイナスワンにも流れてるんちゃうかっていう気がするんですよね。ねえ、だからなんていうんですかね、これどことなくそのゴジラにはまあ僕はお化けだ、英霊だって言いましたけど、それと一緒になんていうかな、神聖っていうか神のね神聖みたいなものがやっぱりね存在としてありましたよね。それはその亡霊なのか霊なのかわからんけど、こうなんかいわゆるなんていうかな、あのトカゲが何かの原因で化け物になっただけっていうものとは違うものっていうのはどうでしょうね、皆さん感じられてたと思うんですよね。それがねやっぱりね日本の作ってきたゴジラである、やっぱり僕らがゴジラ大好きな言われやと思うんですよ。でね、じゃあその他のゴジラと日本ので作ってるゴジラ何が違うんやいと、僕はその神聖神、まあ要は神様的なこう属性を持つ、まあちょっとこれイメージだからこれ説明しにくいけど、そういう存在やと言えると思うんですよ。せやからね、まあ言うたら悪いけど、ハリウッドのゴジラはまあ言うたらさっきここから言うてるけど、まあもうかっこええねトカゲなんですよ。かっこええね、まあ、特にローランド・エメリヒ、いや俺ローランド・エメリヒ監督大好きだけどね、まあ要はそういうことなわけですね。要はモンスターなんですよ。もうそれ以外の何人ものでもないんですね。
もう何者でもない、それ以外の。だけどやっぱりね、違う、ゴジラはモンスターとは言わんといてという感じがあるのは、僕はその神聖っていうものがあるからとちゃうかなっていう気がするんですよね。うん、だからなんかな、だからやっぱり神さんで怒ると怖いじゃないですかね。だから僕はね、じゃあそのゴジラにその神的なものを感じる理由っていうと、それはね、僕ゴジラが怒ってるからやと思うんですよ。このこれまあ僕の試験やけど、僕前の矢島ストリートでも言うたんやけど、そのね、ゴジラがなんでこう日本に来んやと言うわ、これは言うてないか、ね、とか、なんでこうゴジラはそこらのビルバンバカバンバカね、意味なく潰すんやっていう話になると、これはねゴジラ怒っとるからなんですよ、ね、怒ってはるんですよ。でもそう考えると、その英霊やっていうの分かるでしょ、ね、その俺らのこと忘れてんちゃうやろなと、ね、今の新しい現代があるのはわしらのおかげなんやぞと、それ忘れんといてくれよと、いやいやお前ら忘れとるじゃないかい、こんなもん壊したらバキーと壊してるとは分からんけど、まあ例えばね、そういう怒りっていうものが感じ取るところに、僕はそのなんていうかな、こう神がかり的なものっていうのがあるんかなっていうかね、また話ちょっと変わるんやけど、そのたたり、さっきねから言ってると、この神さんってたたるって言うじゃないですかね、仏さん機械でしょ、たたるとかいうのね。だからまあちょっとどう言っていいのかな、こう、こう日本で神様っていうのは人々をまあ助けてくれね、救済してくれる親切な存在だけじゃないじゃないですかね。結局たたったり呪ったりちゃな、もうあれいわゆる神属性のものたちですよね、仏さんじゃない、ね、だから神には裏返しがある。その裏返しの怒ってる神さんがゴジラやと思えば、いろんなことが俺納得できるっていうかなという気がするんですよ。だからこの太平洋戦争で亡くなった英霊たち怒ってはるんですよね、っていうことかなという気がします。例えばね、怒ってる神様っていう例、あ今日も亡くなったなね、で言うとね、あのあれ僕ね、あれってね、あの子供の時ね見てね、見た特産物もんでね怖かった、あるんですよ、大魔神知ってあります？あれ大魔神ってあれまさに神さんなんですよね、怒っとるんですよめちゃくちゃね。だからそういう意味で言うとね、日本の怪獣へ、まあまあだから大魔神は怪獣たら怒られる気するけどね、神一応魔神で神やから。でもね、そのね、いわゆる神観っていうのっていうものがうまいこと映画に表現されてるんかなっていう気がしましたよね。であとね、このもうこの際また喋ってまうけど、例えばねゴジラは、これ以前何かの作品でも言うてたと思うけど、ゴジラはね、なんで日本にしか来えへんにゃという疑問あるじゃないですか。そしたらね、今まで僕がお話してきた前半から、そして後半にかけてもお話してきてることを僕ね考えたら答えわかると思うんですよ。要はなんでゴジラは日本にしかやってけえへんか、それはね、ゴジラが日本出身やからなんですよね。こんな酒みたいな言い方したらあかんけど、あ自分でもう言うたらあかんこと言うてもたね、ちゃうよ酒とちゃうよ、酒の素性とはちゃうんやからね。要はゴジラは日本出身だから日本にしか帰ってけえへんのですよ、日本にしか怒ってはれへんのですよ。だから日本に帰ってきて暴れまくれはるわけですよね。ね。でね、そう考えるとね、ゴジラのエンディングね、まあ、今回のマイナスワンでもなくけど、まあ、マイナスワンのことは一切言えへんけどね、大体ね、ってか初代ゴジラのエンディングはやっぱり泣けるんですよ、泣けるね。まあだからそのそういった理由の中に、このなんていうかな、悲しみね、要は怪獣がまあ要は駆除された、おめでとう万歳って普通終わるじゃないですかね、ハリウッド多分そうなんや
わからはれんね、あの人たちに細かいことは。だけど、なんちゅうんかな、これ初代ゴジラの時のエンディングなんか見てりゃそうなんですけど、結局ね、駆除じゃないんですよね。分かってもらえるかな。まあ当然初代ゴジラの場合、皆さんかわいこう悲しい顔をしたのは、結局ゴジラと一緒に、まあ、ゴジラを退治する原因になったあのオキシジェンデストロイヤーっていう兵器を作った芦沢博士が一緒にお亡くなりになっちゃうから、その思いも当然あるんやけど、やっぱりねゴジラに対しても、うん、何やろ、あんなモンスターとだけ思ってるわけやないから、やっぱりね悲しみっていうものを日本人って感じるんやというふうに思うんですよ。でね、じゃあそれはなんでかっていうと、見てる人みんなが知ってることがあるんですよね。ゴジラは犠牲者なんですよ。犠牲者、いろんな教説を言いましたね、うん、ゴジラは英霊やとね、お化けやとかいう説とかね、いろんなことを前半でもお話ししましたけど、結局ねゴジラって犠牲者なんですよ、人間の。それみんな知ってるから、我には人間の犠牲者であるゴジラが退治されたからと言ってみんな手を挙げて喜ばるわけじゃない、悲しみを持って送ってしまうということやないのかなというふうに思うんですね、うん、ということで、まあ、まだちょっと話したりひんとこないこともないんですけども、まあそういうことでね、後半戦はゴジラは太平洋戦争、大東亜戦争の英霊であると、つまりゴジラはお化けであるという説のご紹介でございました。いかがでございましたでしょうか、ね、この説信じるか信じないかはあなた次第です。ヤジマストリート、はい、ということで野獣マストリート第120弾はいかがでございましたでしょうか。こんなねニュースがありました。ここ数年会社の電話に出られないという退職理由が増え始めているって、そうらしいんですよ。アベマヒルズでは電話恐怖症の背景と対策を取材しました。電話恐怖症は電話に出る、または出ようとすると緊張が走り体調が悪くなるなど心身症ともなりうる苦痛を感じる状態で、最終的には職場に足が向かなくなることもあると。株式会社ソフツーの調査によると、20代の 70% が電話に苦手意識を感じていると。まあそうかもしれんね。企業向けのカウンセリングやメンタルサポートを行う日本メンタルアップ支援機構の大野萌子代表理事によると、この10年で離職理由、電話に出られないというケースが増加していると。悩む人事担当者や電話への恐怖から仕事を続けられないという新人からの相談も増えていると。なぜ電話恐怖症になる人が増えているのか、大野代表理事は、自宅に固定電話がなくなってきたことで、子どもの頃に電話の取り次ぎや伝言を受けた体験をしていない若者が増えたからと分析しているということなんですが、さあ皆さんどうでしょう。まあ若い人に限らずね、電話苦手やっていう人は一定数いると思います。まあ僕はね、そのメールがない時代から社会人やったからね、まあ電話には慣れてるけど、でも確かに電話でドキドキするよね。何の用事やろ、またあのおっさん怒っとんちゃうやろかねとかね、電話で怒られるとね確かに結構きついよねとか、こう突発的な電話ね、何の電話やろドキッとしますよね。あとなんか後ろめたい持ってる時にね、電話かかってきたら、あー気づきよったとかね、まあまあそういったことは僕らの時代でもありました。まあそう思うとね、やっぱり要件を伝えるのに、ね、例えば確認できたり履歴を残すという面ではね、やっぱりメールや LINE 絶対的に便利ですよね。そう考えるとやっぱりね、電話恐怖症これなかなかなくならへんのちゃうかなという気がしましたね。はい、ということで、ただいまバックに流れておりますのは野獣マストリートのテーマソングでございます。少年の夏は今、少年クラブの皆さんの演奏でお届けをいたしました。チャンネル登録の方もね、ぜひともよろしくお願いを申し上げます。本日も集まれ動物の森スタジオからお届けをいたしております。
ということで、本日もお聞きをいただきまして誠にありがとうございました。大人の好奇心を刺激するながら聞き専用 YouTube ラジオやじうまストリート、次回第121弾でお耳にかかります。それではさようなら。夏の日も今は幻か、知らぬ間に離れ離れになって、ふと寂しくもう一度会いたいな。元気だった君のあの笑顔、頭をよぎってゆく。誰かに「ふと寂しく涙がこぼれた」「心が今少年の夏の日を鮮やかに映し出す」